道に迷ったポプーラーは、なんと公式ビキを見て、キキョウシティに到着した。そして、またつぼみの塔を発見し、登ることにしたのだが、まさかのバトル勝負。しかし、ポッポが圧倒的な強さを見せ、レベルアップした。やっていきましょう。今回もこちらの塔を散策していきましょう。一番上は何があるのかな？お、モンスターボ。巻き直しだ。他には何かあるかな？お、走っちゃったからもうね、止まれなかったし、もうこれはもう戦うしかないんでしょう。まあ事務戦のためにもね、戦わなきゃいけないんで、私たちがこの塔をお守りしているのは、ポケモンへの感謝の気持ちを常に忘れぬようにするため。今日はお昼だけどよく噛むな。噛むっていうか、今声が出ないぞ。坊主の木念が勝負しかけてきた。やっぱりまたズボンか。パッパちゃん行きなさ。風起こしやってみる？行け。事務戦はレベルいくつぐらい必要なのかな？瞬殺だね。よし。よしよし。じゃあその調子でどんどん倒していっていいんだからね。レベル3はちょっと低すぎない？舐められてるような感じっていうか、レベル3じゃ守れないよ。ねえ、敵とか来たら一瞬で壊されちゃうよ。よし、レベル10だ。新しい技覚えないかな。でも経験値はやけん高いね。オッケー。完璧です。オッケー。あ、ありがとう。なんでありがとうなの？なんで倒されてありがとうなの？私が悪党だったらどうすんの？まあ、実際ちょっと狙ってますけど。無神経な反応はやめた方がいいよ。横はタールだって。なんだそれ。え？あ、野生のポケモン出んだっけ？あ、そうだっけ？記憶がなかったぞ。前回出たっけ？ちょっと日付またいでるかわかんないんだけど。手当たりだ。まあ、その、こうだったが先に攻撃をしてきたぞ。全然効かないぞ、そんなの。レベル4。バイバイ。しかさ、屍となるのだ、そこで。どんな反応？ああ、やっぱり揺れる柱が気になるのか。ああ、その距離気づく？まあ気づくか。ちょっと。一番端歩いてたらどうなってたんだろう。風に揺れている葉っぱのように。11だから。これでポッポは 11% 割引になるのかな。さあ行こう行こう。あ、これなんだろう。あ、特に何もない。木彫りか、ただの。え？なんかめっちゃいる。なんかめっちゃおんね。やばいな。そろそろ一番上かな。あそこダブルになるのかな。どうなんだろう。ポケモンの道を極めるべく修行しておる。さあ修行の成果見せてみなさい。私のポッポさんにはかなわないんだよ。ポッポだからね。やった108。すごい一気に2倍だ。坊主が上手に負けよった。うん、それな。お、長老様がくださる技マシンは、どんな闇も明るく照らす。そうなんだ。あ、ダブルバトルなんないね。なんでだろう。見えてんのかな。じゃあまたつぼみ。同じ結果だよ。素敵な。あ、ポポくんばっかレベル上がってんね。ひのあらしくんちょっとレベル上げたいね。えい。あ、なんかいる。なんだろう。なんか忍者みたいにね、赤いなんか。よし、行け。ポッポは6で3。こっちも6で3。そうか。入れ替えちゃったからね。半分になっちゃうのか。お！火の粉覚えた。これはいいんじゃない？あ、さらにもう一体。方向だ、なんだ。あ、君か。オッケー。87経験値、まあまあだな。もうちょっと欲しいね。よし、信頼してんな。
ケイ。あいつは誰ぞ。お。あ、モンスターボール。そなたの実力確かに偽りなし。約束した通りこの技マシンを渡そう。だが、もうちっとポケモンにいたわるべきですぞ。そなたの戦い方はあまりにも厳しすぎる。ポケモンは戦いの道具などではないのです。榊様？ふん、偉そうに長老なんて名乗ってるくせして全然歯ごたえないじゃないですか。当然だな。ポケモンに優しくとかそんな甘いこと言ってるやつに俺が負けるわけがない。俺にとって大事なのは強くて勝てるポケモンだけ。それ以外のポケモンなんかどうだっていいのさ。榊様、穴抜きの紐使った。何、榊様って坊主っぽかなって思った。あれあれ、ロケット団の榊様とはまた違うの？んー謎が謎を呼ぶぞ。みっか、ちょ、どういうことですか？榊様って二人いんの？え？どういうこと？よくぞここまで参られた。このまたつまみの塔はポケモンと人が明るい未来を築けるか修行で確かめる場所。そして最後の試練はこの私。ではその他とポケモンの絆確かめさせてもらいますぞ。お、よろしくお願いします。ジムリーダーだと思って戦おうね。ジムリーダーがおじいさんか。まあ、たつもりなら。うちのポッポさんはね、強いんで、安心です。風起こし。榊様が二人。ハクが二人いるのみたいな。そこでそれネタ出すかみたいな。お、いいじゃないですか。お、方法だ、次は。なんか、聞くのかな？ちょっと砂かけやってみよう。はい、おりゃ。命中率下がるのか。風起こし聞くかわかんないけど、まあ、ちょちょやってみて。レベル10じゃん。うわ、聞かないって、聞いてないな。体当たり。どっちが聞く？お、体当たりでいこう。攻撃下がっちゃった。よし。大丈夫。あと一般いける。催眠術ってレベル低いポケモンってなかなか当たんないイメージあるんだけど、どうなんだろう。よし、123。やったー、どんどん上がるじゃん。ポッポさん優秀。おー、電化石化素晴らしい。使ってみるか。あ、でもタツモミか。だったら風起こしでいっか。ワンパン確定だし。いけ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。126。うん、お見事。やったね。そなたの戦い方、実に無駄がない。でしょ？それならば、ハヤト殿とも互角に渡り合えるのであろう。ハヤトって人がジムリーダーなのかな。そしてそなたならば、これも使いこなせるであろう。フラッシュというものの技マシン、さあ持っていきなされ。バザーマシン70。フラッシュを覚えさせればどれほど暗いところでも照らすことできますぞ。例えば、マタツボミなどに覚えさせるが良いであろう。マタツボミ雑魚だからいいです。へへへ。これが穴抜きの紐。じゃあ早速使いますか。何してんの？あ、なんだ。バグったのかと思った。ただ、A ボタン押してたみたいです。よかったよかった。マジビビったわ。じゃあ、穴抜きの紐使って帰りましょう。よかったですね。やっぱり一番上行けないんだね。どこだっけ？バックか。これですね。ヘイ。ここは一緒なんだ。あ、ポポもくるくる回ってる。ポポもくるくる回ってたわ。さあ、着いた。じゃあ、回復して、本日、終わりにしよう。もしかしたらさ、もうジムリーダー戦行ってもいいかもね。2体しかいないけど。ね。じゃあ、回復しておしまいにしよう。あれ？ポケモンセットどこだっけ？ポケモンセットこっちだっけ？久しぶりで覚えてないよ。この赤いところか。オッケー。いや、お姉さん久しぶり。こんにちは、ポケモンセットです。ここでポケモンのクライリ研究します。あなたのポケモンユースボトに集めますけお願いします。それでは、作りいたしまーす。おじいさま、お預かりしたポケモンはみんなでになりまして。またいつでもご利用くださいませ。は
はい、というわけで本日はこんなところで終わります。次回どうする？ジムリーダーさん行ってみる？まあ、ジムリーダーさん言うても、最初やっぱり手下っていうかなんか、いるじゃないですか。トレーナーバトルが。まあ、そこでレベル上げすれば、まあ確実になるから、まあいっか、行くか。行きましょう。はい、というわけで次回、ジムリーダー戦です。ありがとうございますね。君の胸に